8月9日木曜日、今ねお昼11時前です。で仕事ねしてる最中なんですけど、ちょっとね景色いいところ見つけたんでちょっと撮影ねしてみます。じゃん、これね真正面に見えてるの屋島です。ここね見覚えある人もいると思うんですけど、よくねドローン飛ばしてる河原です。で今日は、昨日に引き続きパナソニックの G9 PRO に、新しく購入したパナライカの、12-60mm で撮影してます。ちなみにね60にするとこんな感じ。じゃん、12-60、結構ねいい感じで、このねカメラまだ実はねモフモフつけてないんで、ちょっとね風が音が入るかもしれないんで、ご了承ください。久々にねなんかこう天気が曇り、日差しがねなくて、いつもよりねちょっと涼しいですね。今からじゃあ移動したいと思います。でこのね G9 PRO とでこのレンズのこの組み合わせなんですけど、手ぶれ補正がねすごい。これ今片手持ちしてるんですけどね、もう揺れすごい少なくないですか。今から移動します。仕事の合間にねちょっとコーヒータイムです。じゃん、お決まりのマックで、朝ね今日実は食べてなくて、少し小腹空いたので何かつまみたいと思います。740、はい、こちらはアイスのご用意ですか？はい、はい、ありがとうございます。仕事終わって帰宅しました。いつものようにね早速いただきたいと思います。いただきます。あーうまい。おととい注文した荷物が、昨日届いてたんで、ちょっとね紹介したいと思います。これです。じゃん、ミニ三脚。商品名なんですけど、これフォトプロのミニ三脚 SY310、 見ての通りの卓上のミニ三脚ですね。でこれねこうやって足を折りたたむとこうグリップになる。でこのグリップもねこれちょっとラバーで、滑り止めになってますね。だから結構ねしっかり握れます。で意外とね軽い。でこれねバッグとかにこう取り付けてね、こうこの紐の先をこうバッグにねくくりつけて、ここにねじ込んでおけば簡単に携帯できるみたいです。で使用する時はね実際これ頭外しますね。で三脚ネジが普通にねここにあって、であとね水平のね、目安になるこの水平儀、レベルもねここにちっちゃいながらついてるので、結構ね使いやすいかと思います。じゃあ実際にね、カメラに装着してみます。取り付けはねもう三脚と同じでねじ込み、実際ね使用する時はこの間にねクイックシューを、挟むような形になると思いますが、とりあえずね直接今はねじ込みます。でここのねやっぱりこう滑り止めがねついてるので、結構しっかりね、グリップすることができます。設置する時はこういうふうにね、三脚の足を開いてこんな感じでね固定します。それとあとねここにレバーがあるんですけど、このレバーをね緩めることで、この先がねこうボールジョイントになってるので、頭をねこういろいろ振ることができます。で一応ねこれ説明書を見ると、1.5kg までなんか対応になってるので、結構ねかなりここがロックするとしっかりしてるので、こうね振っても頭がこうずれることがないです。で、今まではこのね GoPro のこのショーティ、これをね使ってました。まあこれねご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、これもねミニ三脚になってて、こういう感じでね、まあ、こういうちっちゃいミニ三脚で、さらにここはねこうシャキーンと伸びて、自撮り棒的なね使い方もできます。ただねこのショーティー便利なんですけど、やっぱりねその耐荷重がないので、この辺りのねすごいこう作りが、まあ、プラスチックなんでこうパキッとこう割れてこう落ちてカメラが落下するみたいなことがやっぱりちょっとあるようなので、やっぱりねある程度の重さのカメラに対してはちょっとね、使うのを躊躇しますね。で今日ね朝から1日このねスタイルで、まあ、実際使ってみたんですけど、もうやっぱりね作りがかなりしっかりしているので意外と使いやすかったです。で、こう三脚にしてもねかなりこれ、安定しているので、レンズがかなり大きくなったとしてもこう前にねこうバタンと倒れたりっていうようなことはなさそうですね。しかしもうすぐねお盆休みなんですけど、今年のねお盆はどうもね休みなしで仕事をしなきゃダメみたいなんで、まあお盆明けてからね、まあ、何日かちょっと家族でお出かけしたいなと思ってます。今日はねこの辺りで終わりたいと思います。是非チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。